为着防堵天狗的扩散，德甲乡公所唔敢清雨，伫乡内各地积极地进行化学防治加清洁环境，已经针对林条众多的德甲市区进行化学防治。乡长詹良体嘛，到场坐镇，同时嘛呼吁民众一定要做好巡道清路。为着防止天狗热的扩散，德甲公所日前就针对林条容易聚集的所在进行化学防治。在乡长曾亮泽的坐镇机会之下，就前往金母庙阿古周边来进行防治阿古自清。天狗热是社区病，需要靠民众共同防守，家户内外寻道清刷清除诸行源。若是徛在附近有废弃空污、空地啊、脏乱点，尽快通报公所清洁队，也是环保局，随来清除。落雨过后容易积水，造成诸行源。卫生局持续派员设立社区来稽查。若是经过查到，将开立期限的改善单，无伫期限改善者，依照传染病防治法相关是出15,000元的罚款。最新新闻整理，先伫家乡采访报道。来，现场最好朋友张轩，大家一优先，起航日本。这家超市就是他的，我们的牛奶凤梨，这次叫做夏之雪，对，卖得非常好。牛奶凤梨特别难照顾，它是一在凤梨里面比较难养成的品种，在嘉义刚好在市中，所以牛奶凤梨变成嘉义非常重要的特有种的产品。台湾的农民很辛苦，我们把最好的水果带到日本来，希望大家喜欢。台湾嘉义 ，Pineapple， OK， it's good， ありがとう。美味しい、美味しい。まあこういうのを買って、お店のフルーツで出して、まあ山口の人でもね、味わっていただければなと思って。ではこのパイナップルを多く生産している嘉義県の知事大昌亮さんにお話を伺います。よろしくお願いします。尤其夏天、把它冰一冰以后再吃更好吃。食べやすいです。またパインって繊維があるイメージだったんですけど。全然繊維がなくて、美味しいです。ありがとうございます。ぜひ皆さん食べてください。美味しい、食べてよ。